宮沢牛の肩ロースで 100g あたり2000円超えです。熱いし痛い、うん、せーの、カラスコ。サミです。西唐辛子です。犬丸です。そしてみんなです。今日はこの間あのインタビューの時にお世話になったみんなにちょっとお肉を振る舞おうということで、タピさんとサンカさんと、カツさんじゃない、これカツ柱です。今日はね、特別超イケメンの柱くんです。やったー。待って、拝めないの。今馬なんだけど、あの今こう映像が出たんで、それでみんな、あ、こんな人かって想像しながら見てください。で、ただお肉を振る舞っても面白くないんで、NG ワードバルクみんなそれぞれカチューシャつけて、ここに自分の NG ワードを貼ります。それを発言してしまったら、クソ苦いお茶を飲むということで、今日は特別クソ辛いお茶も用意してます。どう思います？震えておられます。なるほど、うまいな。馬だけに。じゃあそんなわけでいってみましょう。レッツゴー。ハッピーハロウィン、お疲れ様。そんなわけで今のうちに美味しいもの飲んどいてください。飲めてる。あ、うめえなこれ。すげえ、一人ホールで喋ってんだけど。じゃあそういうわけで NG ワード決めていきましょう。寿司くんといえばだよね。はい。もうキツネは絶対言わないと思うんだ。絶対にする。X がいいんじゃない。というわけで寿司くんの NG ワードはこれです。サンカさんの NG ワード決めるんですけど、どうしましょうかね。なんかさ、なんかもうカルビとか今日持ってきたお肉的なやつをさ、じゃあハロウィンとかどうだ。あ、クリスマス。というわけでサンカさんの NG ワードはこれです。これが取れないように、自分が見えないように気をつけてくださいね。チャーミンの NG ワード、そのことはね、ちょっと待って。そう、前にやってバリバリ引っかかった。やるよ、やるよだと。やるよ、私やるよの、やるよ。優しさ出して引っかかるって一番かわいい。焼けたよ。かわいそう。チャーミンの NG ワードはこれです。途中でポロッとやったら、あ、見ちゃったってなったら、それはもうそれでアウトだからね。え、私が悪いのそれ。じゃあ次、タピさんでいきましょう。どうしましょうか。なんとかですわ。口癖ですわ。待って、待って、あらはいいぞ。おはようございます。寝起きドッキリです。タピさんの NG ワードはこちらです。何にしよっか。え、もう馬でいいんじゃない。海賊。海賊か。ヨーホー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 。よく燃えてますね。燃えるじゃん。燃える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 。いいね。燃えるにする。柱くんの NG ワードはこちら。これで NG ワードを言ってしまったら罰ゲームでまずいお茶を飲みます。で、最後まで残った一人にはなんと高級牛肉、国産和牛、宮沢牛の肩ロースで 100g あたり2000円超えです。それが独り占めで食べれます。じゃあそんなわけでスタート。さあ、お肉焼いて食べよう。今からお肉を焼いていきます。こんな感じになっていいじゃないですか。チャーミンの NG ワードはこれですね。これを焼いていくそうです。あ、うまそう、ね、はい。必要にとあらはここに立つんで言ってください。なんかやっております。納骨かな。今のあれが何だったかはね。そう、そうだわ。
ちゃんとみんな他の人を落とし込んで、お互い気づかないうちに言ってそう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 今言ったんじゃないのってやってくれた人にはくれるんですか。特に何もございませんけど、他の人を貶めないと自分が肉食べれませんから。あら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 あれちょっと待ってちょっと待って、あ待って今ね、たくさんが申し訳ないんですけど言いました。何を付き合い長いとこういうこと起きるんだよね。ずるいね、付き合い長いとね。バシラ君が決めて、バシラ君がトスして、もういいですよというわけで、たくさん罰ゲームでーす。まだお肉も焼けてないのに。お、牛さん。やったー。え、やばいやばいやばい。もうやば。バーベキュー。わー。美味しそう。え？やったー！やったー！こっちにまで聞こえてきた。見てください。見てください。おい、嘘だ。まあ、元気出せよ。ちなみにこれ決めたら誰？主に私です。俺らまだ匂いしか味わってない。なんか心理戦とかしてみたかった、ね、もうちょっとね、空気消したかった。あとは突き落とすだけ。思わず早かった。そう、さあというわけでタピさんの罰ゲームでございます。美味しいお茶です。あ、ラー油いけない。え、なんか変な、あ、これ知るな。え、これあのちょっと待って、ブーってなったら俺これ被害。めいたいめいたい。いただきます。タピオカのクリスンボ万歳。これなんだよな。出た。これでいいんだよ。これでいいんだよ。いて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 。まだ何も食ってないのに。お返しします。美味しいお茶のお香りはいかが。ハロー、キティ。出たてのお茶はいかが。色が違う。色が違う。みんなで苦しくなっちゃう。苦しくってことは苦いんだろこれ。はい、お茶だよ。必死でなんてもう顔がおかしい。衝突事故。ああやっばこれ。待って、あの口の中消えない消えない消えない。消えない消えないし、この辺に充満してる。消えない。内部が消えない。大変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 。大変大変。あのミクシーの頃からネットに入ってるんですか。ネットにあの入り口。熱い。本当にこう入る時期ってみんなあるじゃん。この時期か。俺、兄ちゃんから。私も。私も兄ちゃん。私はグリーから。グリー。懐かしい。俺もなんかそれぐらいの時期。グリーミクシー。ミクシーだっけ、なんかオノマトペみたいなやつ育てたりしたよね。クリノッペ。クリノッペ。オノマトペみたいな。それ擬音。TikTok もしてるでしょ。うん、やってる SNS 今。インスタは？インスタ。絶対あるよね。あ、送っちゃうな。動揺が見えてる。動揺。何やってる？いや、俺が振る話が全部そうだと思わなくて、今みんな疑心暗鬼になってる。まだほら、キャラクターは何が？これです。どれですか？え、たぶん。ランボで私買ってきた。何これ？え、バーベキュー、うん、バーベキューのウインナーとどれ買えばいいですかって聞いて。ウインナーって言ったの？言った。
今何も言ってないよ。こんなのディズニーで食ったら4000円はするよ。合うか。合うか。今後ディズニーに行く予定は？いつ行くの？12月6日なの。クリスマスで。あっ！言った？言ったね。甘いやつかもしれないし。え、絶対違う匂い。甘い。苦い。辛っ。最初に殺しに来る。じゃあそんなわけで、ウェームでした。焼けたら教えて。それで、シシ君とチャーミンの一騎打ちになったんで、NG ワード追加しようと思います。難易度上げる。うん。増えた NG ワードはこちらです。こちらです。チャーミンの追加したのはこれですね。食べたい方。あ、食べたい。うん、待ってってもらいたい。言い方やばいもん。そうだろ。やばいやばい。こちら職業柄私のカスト。よいしょ。私の皿もどれだっけ。これかな。ちょっと待って。え、言ったかもちゃん。え、嘘。ごめん、私釣り切り流したけど言ったかもしれん。お、言った。言った。何言った。私の皿どれだっけ。あ、言いました。言いましたな。お皿。お皿。お皿。どれだけみんなが焼けたって言ってもうんしか言わない。そうそうそう。というわけでチャーミンはまずいお茶でーす。なんか変な匂いする。バッカせねえ。ぶん殴ってやりたい。あー、苦いし辛いし、もまずいし、美味しくない。シシ君のワードはこれでした。ダンダン。あ、すごい、こことここにあって。X とチャーミン。犬さんとかも考えたの。あ、犬さんは多分あんま言わないと思う。じゃあいただきます。なんだろう、ウイルス放り込まれたみたいな。涙出た。さあ、というわけで優勝したし、自分に国産和牛宮沢牛の肩ロース100g 2000円。うわー、好きですか、お肉。大好き。指。で、味覚音痴だから。食わせる必要はないんじゃない。うるさい。てなわけで、100g 2000円のお肉を今から味音痴のシシ君が食べます。違う、味音痴じゃないです、別に。一番適さない人に当たってみんなヤシがすごいね。ひどい。じゃあ、どうぞ。いただきます。こんな感じです。ちょっとピンと合わせて。手のひらで入ってる。大丈夫大丈夫。いただきます。今何もつけずにこのまんまでも全然美味しいです。うまっ。つけて食べます。ずりさあ、というわけで NG ワードバーベキューでしたけど、はい、どうでした。楽しかった。美味しかった。悔しかった。そう、かっぽじってさっきまでかぶってなかったのにエンディングで急いでかぶったけど。この速さがすごい速かったよね。今この手の潰し合いくらいだか。大事かね。大事だね。そうだったね。にしても早かった。肉焼き始める前にもうアウトしてた。食う前だったよね。まだお湯も沸かしてなかったもん。まあそんなわけで NG ワードバーベキュー第3回とかもね、ちょっとやっていこうかなと。もう罰ゲームもっときついと考えていこうかな。醤油一気飲みとか死んじゃうやつ。食用ゴキブリ。でもそれはもう絶対にやめ。ディズニーランドみんなにおごりとか。うわー、ゴキブリ食べる方がマシだ。そんなわけで、はい、
バーベキュー好きだよっていう人も、バーベキューはちょっとっていう人も、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。せーの、カルスコ。バイバーイ。もうね、馬がグダグダしてるのがめちゃくちゃ面白い。